皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回なんですけども、インドミナスレックス企画をやっていこうかなと思っております。で、このチャンネルでは幾度となくインドミナスレックス企画やってきたんやけど、そのいずれもが味方側やったんすよね。ただ本来インドミナスレックスって映画ジュラシックワールドでは敵側で、しかもボス的な立場の生き物やったんすよね。なんで今回はですね、そんな最強のハイブリッド恐竜インドミナスレックスに、ブルー、デルタ、エコー、チャーリーのこの4体のラプトルで挑んでいこうかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。さあ、それでは早速やっていこうか。で、まずちょっと今回使うラプトルの紹介していこうか。まずはこいつ、デルタ。まあ体力が5000で、その他は全部命令に振ったっていうのが、まあ全員かな、全員大体それぐらいのステータスで、ブルーが一番レベルが高いで、ちゃんと全員思考サドルつけてっていう感じじゃないと、さすがにな、やばそうやから、さすがに思考サドルでもつけとかんと。インドミナスレックス今回戦うやつレベル120やねんけど、体力が1万超えてきてんのよな。で、しかもジュラシックワールドと同じにしたかったから、こいつら全員メスなんよな、ちゃんとちゃんとそここだわって、全員メスやから、メイトを入れられへんっていうのが結構きつくて。で、しかもインドミナスレックスって即死のつかみ攻撃があって、ラプトルその対象やから、もしやってくるのであれば即死なんよな。確か1億ダメージバカみたいなダメージ入るから、ちょっとそれが来たらやばいなっていう感じではあんねんけど、まあなんとか本気のステータスフリしてるから勝てんじゃねえかな。よし、じゃあちょっと行こうか。怖いけど勝てるかな。まあ多分なんとか4体いるし、メイト入ってなくてもいけると思うけどな。よっしゃ、じゃあ向かっていこうか。今回何気にインドミナスレックス野生のなんかコマンド召喚があって、それで召喚したんやけど、何分初めてで、ちょっと味方側しか使ったことないから、どんな感じなんやろな。あ、ちょっと待て、お前らなんかはぐれてへん。お、なんやお前、なんやお前、なんやお前。あぶねえ。いるな、全員。よし、行くぞ。よし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 。で、確かどの辺やったかな。こっちの方やったはず。あ、ええ感じやな。やっぱラプトルで走んの楽しいな。ただちょっとそうも言ってられへん状況になるかもしれへんけども、今から。いたね。これや、インドミナスレックスレベル120。つえすげえ握力。それとなんだ、襲われてんのか、倒したか。オッケー、よし、じゃあ行こうかお前ら。うわ、こわ敵が初めてやからな。よし、行くぞお前ら、行くぜ、バトルスタート。おら、いけ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 。ディプロドックスがなんかタゲ取ってくれてるから今いける。え、一瞬で終わってもうたえ、マジで体力1万戦あるはずやねんけど、あれあれ終わってもうたんやけど。ちょっと待ってくれよ。ちょっと再度ね、ちょっと無敵モードで召喚してみたんやけど、あ、体力7000か。あれ、1万とかあったように見えてんけど、気のせいやったようや。7000しかないんか、体力。じゃあ、ちょっと待ってよ。インドミナス1匹じゃ、じゃあ物足りねえな。ちょっと待っといてよ。あ、召喚コマンド120しか出えへんのかな。120もう一体出てきたな。で、こっちの体力は6600。ちょっと2体戦いましょうか、じゃあ。なんか思ったより、
思ったより野生のインドミナスレックスはそんなに強くなかったから、ちょっと2対0、これでちょっとね、戦ってみようか。で、ここに待機させてるから、よし、クリエイティブ切って、よし、気を取り直していきましょうか。なんか意外と余裕なのか、もしかして。自然スポーンするわけじゃないから、こうやってコマンドで召喚しやんと野生じゃ出てこんから、ちょっと知らんかったけど、あんま強くないんか。ただ、すごいぞ、あの絵面。インドミナスレックスが2体いる。すげえ。あ、ちょっと待って、なんか、1体いいひんぞ。ちょっと待て。あ、おった。デルタ。デルタ。め、何やってんだ。行くぞ、お前。来て。ルナ、よし。じゃあ行こうか。インドミナスレックス2体と戦っていこう。よし。じゃあバトルスタート。おら、いけ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 。さあどうだ。うわちょっと待て、やられた。え、ちょっと待て。いや、うわ、え、ちょっと待って。やべ、即死いかれた。やばい。やばい、これやばい。負けるかもしれん。待って。いきなり即死2回当てられた。やっべ、これ。勝った?あっぶねえ。あっぶねえ。勝ったけど。ごめん、デルタ。今ちょっと見えたかわからんけど、即死やな、例のつかみ即死攻撃が飛んできて、で、殺されたな、今。チャーリーとブルーがいるから、デルタとエコーか。デルタとエコーが亡くなったんか。あー、やっぱあれやばいな。体力の減りは全然減ってないな。こいつと、こいつは全然減ってへんけど。いや、ちょっと1体と拍子抜けや思て、2体出していったけども。やっぱ即死強えな。インドミナスレックス。いかがだったでしょうか。今回、ブルー、デルタ、エコー、チャーリーの4体のラプトルで、インドミナスレックスと戦ってみたんですけども、いやー、やっぱ即死強いな、あれな。めちゃくちゃ強いよな。ただ、ステータスはやっぱりちゃんと振ってたし、思考サドルもつけてたから、全然倒せてんけど、ただやっぱ即死が、やばいわ。あれ、ただ一応クールタイムがあるから、なんとか2体しか相手いいんかったから、2体、行かれたけど、まあその間に倒したっていう感じやねんけど、これもし調子こいて4体出しとったら一瞬で終わっとったな。危なかった。ほんまに。1人1匹ずつや、言うて。やらんでよかったなと思ったけど、いやー、まあ、やっぱり、ボス並みの強さっていうわけではないけど、野生やからね、あんま体力は高くはないけど、その代わり、やっぱりああいう即死の一発を持ってるっていうのは、このモッドで、野生じゃなくて、基本的には卵孵化でしか手に入らんっていう仕様やって、いや、ほんまに良かったなって思ったわ。このモッド入れてその辺にインドミナスレックスうろうろされとったらもうたまったもんやないからな、これ。いやー、やっぱり、まあ勝てたけども、最強のハイブリッド恐竜の貫禄見せつけられたな。うん。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またね。